は軽く練習っていう感じでトレーニングをちょっとやっていくんですけど、はいはい、まあ、シュートをねどんどん打っていこうかなと思います。いつも通りちょっとおらんから今回少年ゴール、いいサイズだよあれ、そこに入ったらゴールっていうかな、うん、今回はコンカーシュート、今回はコンカー、あ、じゃあちょっと角度つけたとこからそうやな、得点シーンって結構カットインからのシュートって結構多い、いやてか1試合に1回は誰かしらやるやろカットインシュートは、うん、やるね、チャンスあるから、うん、で今回はちょっと左右もう自分の好きな方とかじゃなくて左右両方とも練習、左右やっちゃいます、ちゃんとやるやっていきたいと思います。もう怪我は大丈夫、まあまあ怪我はちょっとワクチン接種で腕が痛いです筋肉痛ね、はい、やっていきましょう、どんな形もいいからね、手を見せようか、手を見せようかやっぱね、得意なところ伸ばさないといけないから、せいもっと平になってこう、これが悪い例です、はい、次はどっち、あ、もう間違えました集中しろろ確かに少年用だったらいいとこだった、入る入る入る、ちょっとおい、ゴール間違えた、いいよ、それ待って大丈夫か、じゃあ俺マジ言っていい、モーガン入ったんよ、隠してたけど着地した瞬間の力抜けるやん膝かっく危ない危ない お前それを隠してやってたんだ、そうだから今日ちょっと調子悪いんだ、モーガンで今危ない、マジモーガンってあの力抜けるから、うん、気をつけて、あーいいボール、いやーさあこの間カミソリシュートやってたんだよ、俺いや今まだいるんだよ、いやひどいこんなシーンないねんから、いいよ全てが、イメージはやっぱポストを狙うんですよ、外ね、そう、大きいゴールのポストを狙う、コントロールってカーブじゃん、だポストに行けば勝手に曲がってサイドネットに入るイメージです、であと奥位置、結局こう横から入るわけ、ここにあるボールって横からカーブかけにくくね、でしょ、だからボールの横位置は基本的には横かちょい斜め、もう前すぎるとこれカーブかかんないし蹴りづらいし、ここで打たない、打つ時って大体横にずらしてボールの位置は基本的には横です、横です、横です、そう、逆にこれこの時に読まれててコースにしに来たらここ開くんですよ、それ絶対取れへんやん、はい、私はですこれはよくベルナークシューパーがやるどうやって打つの、
いいよ、いい。判断変えれる選手だ。いいよ。なんかあるかもしれない。そうやね、枠やなんもないから、うん、結果ファーストタッチかダイレで打つなら落としの質ない。絶対手って一人のものじゃないんだよ。ハサーもいるし、愛を込めたメッセージもあるし、個人スポーツじゃないから。なら間違いない、うん、チームスポーツですからね。そうです、うん、やっぱシュート練習でそこを感じられる、まず伸びしろです。いやほんまやね、はい、自分のシュート練習、個人のシュート練習ですら仲間の大切さを感じる、うん、素晴らしいです。ということでね、あのウィナーズの連携プレーにあのご注目ください、はい、あるね、これちょっとやっていこうね、はい、みんなでイーフットボールチャンネル、登録者100万人を目指しております。よろしくお願いします。お願いします。セーブチャンネル30万人を目指しております。お願いします。それではまた次の動画で。See you。 お願いします。お願いします。